ハリケンクラスに一人はいそうなデブチャンネル。はい、ってことでどうも、今日は最強小学生のシュートくんのプレイ動画を見ていきたいと思います。こんな感じでいいの？まあいいか、まあとりあえずやっていきたいと思います。はい、ってことで今日はね、最強小学生、最近ねツイッターとかで話題になってるシュートくん、最強小6マウスターのこのね、以上僕のところでね一緒にやってるんですけどね、今日はその子のね、あの強さをみんなに見てもらいたいということで、今ねカメラを回しています。そして相手にはね、元最強小5マウスターのねリズアートくんがいます。よろしくお願いします。イエーイ。もうね、お願いします。なんでボイング？ホモホモ。元はねこのリズアートのね、最強の肩書きでしたからね、小5マウスター、マウスター小学生何世っていういうのはね。ニプルラブ。じゃあシュート君、今日はその称号をリザートにもらおう。ニプルラブ、うん、その称号をリザートからもらっちゃおう、正式に。いや、僕は渡すわけにはいかないっすよ。いいですね。リズ君何本勝負？3本じゃ。先に3本の勝ちで。先に3本勝負で勝ちで、じゃあまずはシュート君視点からいきましょう。それじゃあよろしくお願いします。さあ、実況解説していくのはこの私、アリケン。まずは縦積みを見せていく。さすがにシュート君、目の前の CR 最強のリザートがいたら、これは緊張するか。さあ、上からサブマシンガンを撃たれてシュート君焦っていくが、ここは頑張って気を取り直していきたいところ。さあ、横からサブマシンガンでゴリ押してきたリザート。上を取りたいが、リザートしっかり壁を置いている。さあ、焦らず後ろに下がっていくシュート君、これは勝てるのか。さあ、いいですね。この小学生同士、いや、小学生同士じゃないか、今は。弟子関係とか見るとなんかね、すごい思い出しちゃうんですよね。さあ、シュート君、ここは一発いいダメージ与えた。青ポンプならワンチャンある圏内まで持ってこれた。さあ、ミニポーションはないので、ここから回復はできません。シュート君、ここは落ち着いて一発当てていきたいところだが、リズアートもしっかりと壁を使いながら、さあ、隠れている。さあ、一発打って壁が壊れたか、シュートを一歩後ろに引いていく。しかしリズアートはじわじわと攻めてくると、残り HP4、 ミスることはできない。うわっ、うわっ、うまい、いいね。強い、今のは。おお、ギリ HP4 から逆転。まず1本取っていったのはおじじーず P シュート。さあ、次はリズアート。それでは2本目いきましょう。レディーファイト、ファイ。さあ、後ろには穴が開いた四つ葉のクローバー。さあ、リズアート、クリエイティブはマジでつくそつえ。さあ、フォートナイト、馬尾が。クリエイティブはどっちもうまいです。どっちもうまいです。ああ、そうだよね。気持ち悪いなね、そこに。気持ち悪いさ、どっちもうまいですね。リズアートはね、直近のなんだろう、なんだ、キャッシュカップでね、はい、ずっと1位になってます。さあ、ここからリズアート、アサルトライフルをしっかり当てていく。33、2回ダメージ66。さあ、ダメージのアドバンテージ取っていたのはリズアート。上からさあ、武器を使ってゴリゴリに押していく。シュート君、ここは一発当てていきたい。上に登っていったところ、ワンボックスのバトル、サイエンバトルだが、リズアートが、さあ、エームで言わしていく。お前舐めてんじゃねえぞ。元最強小学生は伊達じゃないぞと。さあ、現最強小学生に分からしていくか。僕は最強小学生。さあ、師匠、もう師匠みたいなもんですからね、もう。名を受け継ぐと言っては。さあ、ここで縦積み、スーパー縦積みが始まったリズアート。さあ、屋根を使ってどんどん上に登っていく。シュート君が上を取ってるんで、これはシュート有利か。さあ、周りをエディットしてリザート、ここはね体力有利取ってるんだね。ゴリゴリに攻めていきたいところですが、さあ、ここはリザート、いやいやいや、逆に落ち着く。さあ、さすがプロゲーマー、攻め時。さあ、しかし上を建築されてリザート、ここはゆっくり壊して相手の消去を伺う。さあ、横飛びジャンプ、ジャンプしてショットガン当てていきたいが、ここは当たらない。さあ、さすがですね、この特別な 1V1。 やはり戦う時間が長いが、リズアート、ここはエイムで分からせていく。いちいちいい戦いになっていった。さあ、素晴らしいですね、素晴らしいですね。さあ、オジジーズ監修のね、さあ、安内さんの意見を聞いてみましょう。どうですか、安内さん、自分のチームの子が。はい、1勝目シュートが取ったってのはかなりでかいです。リザードかなりプレッシャー感じて焦っています。しかしこれでね、ちょっとは楽になったでしょう。それでは3本目いきましょう。レディーファイ。急に消え、急に現れる、ね、これが。ここでね、豆知識ポイント。シュート君、フォートナイト今めちゃくちゃうまいですが、なんとこの子リアルのリアルファイトもめちゃくちゃうまいという情報が入っております。なんとキックボクシングで何個もベルトを取っているモサというね、最強、本当にもうリアルでもゲームでも最強という2つ名を持っているのでね。
動画見たんですけどね、あの右ストレートは完璧でしたね。そうですね。ツイッターから持ってきて映せるなら今多分映ってると思います。ザンギ君映してください。あの本当にキックボクシングあの僕あのリアルでやってあのローキック食らったんですけど、あのマジで鉄パイプです。足が鉄パイプで思いっきり殴られたようなね、あの痛さでしたね。はい。さあそんなことは置いといて、今格闘技は関係ねえ、フォートナイト強えやつが強えんだ。ここで17ダメージ、シールドカットしてる。ここはシュート君落ちた。ラッキーキーソーラッキーリザートが1本取って、でもこれ落下ダメージだからな。いやでもね、これはちょっと大人げないんで、今のはなしでいきましょう。これが王者の余裕だ。王者の風格見せていく余裕だ。さあここでシュート君エディットしてやっていく。さあショットガン先に当てられてしまった。いや俺の方が160キロ強いわ。俺しながら、さあ目の前壁を壊して倒していきたい。さあ一発、ちょ高木ごめん今動画撮ってるからマジ、ちょ勘弁、ちょっと今ちょっと勘弁、今もう真面目に戦ってっから、おめえの後輩が。さあ高木選手、じゃあ高木選手これをどう思います？誰が戦ってるんですか？さあ把握していなかった。さあ思考に決まらないが、ここでリザート上に出る。さあ隙を見せた瞬間リズアートを上に取っていくが、シュート君もそれに対応して、さあ上取り合戦が始まったが、ここはリズアートが早すぎる。さあリズアートチャレンジというねエディットの練習動画をリズアート君最近出してるんだね。僕はそれを見て毎日練習しております。さあみんなの先生になったリズアート、ここはみんなの先生として勝てることができるのか。さあ今は1-1。さあ長いですねこれね。やっぱねお互い負けられない戦いってなるとね、やっぱりこうなるんでね。はい。さあ、そうですね。さあ、若い子たちの負けられない戦い、シュートダメージを食らってしまった。残り HP が少なくなったぞ。さあ、うるさいと言われた、真剣だぞ。それほど真剣ということだ、リザートが。さあ、サブマシンガンで氷、うわ、こう、うますぎだろ、リザート。さあ、アサルトライフルで打ち返して、シュート君 HP がちょっとずつ削られていってしまってる。さあ、これがプロの風格。さあ、勝つためには、どんなことでもするぞリザート。さあここでサマシンガン撃つが一発も当てられなかった。残りの HP はシュート君の方が低いか。お互い死にます。お互いショットガンで当てられたら死にます。ここは予測1シュート。さあ上にいるがこの HP は上も下も関係ない。リザートがもう一本取っていく。さあこれで2-1ですね。どうですかリザート選手。いやまあいいね、いい感じだね今日は。さあ急に上から目線になり始めたぞ。イズワイ。さあ年齢的にはね、何個だ何個離れてる、5個ぐらいか、5個ぐらい離れてる年齢。さあリザート先輩の意地を見せれるか。さあ確実にねシュート君はねいずれプロとしてね多分その名をねな世界に轟くと思いますが、さあシュート君この戦いがプロゲーマーへの第一歩になるか。さあ上に登っていくがなかなか建築がうまくいかないシュート君。さあ緊張しているんでしょうか。さあリズアートそれを見ていない、や突っ込んでくる。お互いに50ダメージカット。さあ体力は拮抗しているこの状況。さあ屋根を張ってリズアートが上に行くのを阻止している。さあ予測打ちで打つがここは当たらない。さあ一発ショットガンを当てたぞ、これはいい。さあシュート君ここは体力リードしたと思う。さあゴリ押しに押していく、ショットガンもう一発当てていく。さあ今のどうやって当てたんだリザート、これはやばいぞ。おわっ、うん、さあ 2-2 のまさかの大波乱。いい勝負、互角の勝負、勝つのはどっちだ。ラストゲーム一発ショットガン打って100のダメージ、これは有利か。さあリザート話が変わってきたぞ。さあさすがプロの意地を見せるか。あっここでシュート君、これはどうなのこれは。いやね、まあ僕もこれはまだ僕ものミスがね、うん、いやまあいやでも僕も鬼じゃないんで、おうおう、もう一回チャンスを。おお二度目のチャンス、さすがリズくんだね。さすがリズアートだな。俺はシュートくんもねリズアート先輩にねこれメロメロですよ多分。憧れの相手だからね。うんそうだね。さあ憧れのもうシュートくんあれだもんね、リズアートが
正午マウサーの時からも見てたもんね、リザートのことね。はい。おお、はい。いいですね、子さんぜ。ためぐらいだったのに急に年上になったのか。さあ、シュートくんがフォトナーを始めたきっかけはリザートと言っても過言ではないでしょうか、シュートくん。ということでしょう。さあ、フォトナーを始めたきっかけの男と対決できるこの夢のバトル、シュート噛み締めていけ。さあ、1v1、リザートの慈悲2回もらっているシュートくん、これはますますリズくんが好きになっちゃったんじゃないのか、これは。さあ、リザート、ここで手厚いファンを一人かく。さあ、アサルトライフルの打ち合いでリザートが当てすぎじゃ。アサルトライフルのエイムがすごいんじゃ。さあ、ここでシュート君上に登っていくが、これはどうなる。さあ、最後の試合、やばい、シュート落ち着け。これはまずいです。私、興奮してまいりました。しかしリズアートは無慈悲に倒していく。これはシュート君、プロゲーマーとの差を見せつけられたか。 GG ボー、勝っていたのはリズアートです。おめでとうございます。いや、でもすごいいい試合だったね。そうですね。いや、これは勝てるようにね。そうですね。はい、さあ、このね、謙虚なんですね、シュート君。ってことで、最強小学生シュート君対リズアートでした、皆さん。シュート君のチャンネルとね、リザットのチャンネルもね、概要欄に出します。そちらね、あの YouTube やってるんでね、シュート君は。そちらの方の登録もね、よろしくお願いします。それじゃあ次回、シュート君、リザットにタメ口聞いてみたまでお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。またな。またな。またな。すげえ。